<laughs> ダメかもそんな理由で容疑者は絞れないよ話し合っていろいろな可能性を検討してみないと3人の主人公の部屋だったよね葉隠さんが殺された時の状況は日向さんの言った通りで間違いないと思うお俺のためにそんなに怒ってくれるなんてちょっと照れちゃうなああ,あこれは自己防衛ってやつだよ 生身だと、誰かかささんに殺されちゃうからねでもみんなの気持ちはわかるよこの姿のせいで俺の言うことが信じられないんでしょもしそうならいよいよ怪しくなってくるね容疑者は誰だってそう主張する何か根拠はないのはがくれば持っていた包丁を犯人に奪われて殺されたそういうことだろうねまあ見えすいた嘘に見えすいた嘘で返すのもどうかと思うけど。 球のの輝きを放つ唯一無二のマスコットです2010年にゲームで「お前らの前」に登場しあらゆる方法で世間を魅了してきましたそして今年弾丸論破はさらなる飛躍の年をてめえにしては冴えてるじゃねえか俺様はとっくに理解してたけどなあのバカくれとか言うやつは 自分で腹を刺したんだつまり、自殺しやがったんだよよ、よく気づいたな。バカどもがそれを忘れてねえか。俺様は試してやったんだよ。みんなと一緒に、頑張るよそうだよ、おかしいよ。自分で自分のお腹を刺したりするはずないし。つまり、包丁を持ち出した人が犯人ってわけじゃなかったんだね。そ、それって、赤松さんのこと犯人がわかるの じゃあみんなお仕置きされなくて済むんだねえ容疑者の言葉では説得力に欠けるのは？うちかぶちかますも何もうちは何をすればいいんじゃ魔法か一冊の魔法をぶちかませばよいのかそれなら安心したぜどうせならうるせえモノダムのせいだじゃあ ビクンビクンあっヘルヤーヘルヤースピッシュピッシュス<ー>ピッ <laughs> 今この映像に映っている俺は紛れもなく君自身す。この映像を録画した記憶がないのは君がこの時の記憶を失っているせいす。要はこの映像って 記憶を失う前の天海乱太郎から記憶を失った後の天海乱太郎に向けたものなんすよでここからが本題っす来たのが男子だったから興味がないって言ってたんだね厨房に入ったのは葉隠さんだったってこと待ってよ私はやってないって苗木さん日向さんそうだよね私もそう思いたいけどでもどうすれば無実を証明できるのか楓が犯人 もうそんな流れでどうかとこちらはヨナがアンジーだよ超高校級の美術部なのだなるなるほらほらまあね大丈夫だよほうほうどうぞどうぞアンジーはねじゃあね大変だえー、っとねし、しもたーやめや今のは冗談ですませばええやろ 貴様らが騒ぐとマジっぽくなるやないか龍の宝玉と黄色いオカリナと通行手形とゾンビゲームで矢を使う六角クランクニュータンガロンパ破イ3バーイクマ赤松さんのおっしゃる通りですですがすみません誰が来たかはよく見ていません天ン夢野さんの教えを聞くのに夢中で 男子を振り返る暇なんかありませんでしたまた男子が嘘をつこうとしているならテンが承知しませんよあ、はい、そうなんですモノスケのことあんなに愛していたのに <laughs> <laughs> へえ<ー>、もうありがとうあれねえ<ー>ごめん I need you オロロ、ここはどこでござるかカオル殿はオヤジ みんな愛してくれてあ食堂に来たのが誰か見てなかったでもそれって地味におかしくない何で狂気を持ち出した人が殺されてるのえもう慣れ親しんじゃったの気づいてなかったんだねああ私の名前は白金つむぎ超高校級のコスプレイヤーだよ彼らも語る機会を待ち望んでいるはずだよ。 被害者である葉隠れ康弘だと考えられるねご信用か誰かを殺そうとしたのかその真相は未だ闇の中だけどさ疑念は再び君へ向かいつつあるようだねだよいいんだよいいんだよ素敵だねねえさてだってだって 喧嘩はダメだよ。許せないよ。許さないから。みんな仲良しだよ。仲良くしようね。オラ、オラたち。よろしくね。大丈夫だよ。パっクリ、こっくり、こっくり。仲良くできない。結局、こうしてあんたを巻き込んじまう。フッ。今更、そんなダセイことはしねえよ。まあ、とっくにダセイかもしれねえけどよ。せめて、これくらいはちゃんと言っとかねえとな、サイハラ。 テニス部の頃みてえにはいかねえがまた俺を助けてくれねえかそうかよあなたの証言を聞かせてくれるみんなの命がかかっている場面で嘘の証言をするのは感心しないわねこれまでに分かったのは凶器である包丁を持ち出したのは葉隠れさんで彼は赤松さんたちの部屋で犯人と争い凶器を奪われて殺害されたということねあなたが言っているのはどうして 失礼な見損ないましたよ君という人はたっ笑いませんよそうですよね残念ですがグそんなえ本当ですか何でですか僕ですかありがとうございますあむむこれはなぜ何ですかそもそも俺は赤松が犯人とは思えねえそうだな俺もちっと見てみたがあれは確かに包丁だったぜ 包丁を他のもんと見間違える方が難しいだろうがなら、厨房の包丁を持っていったやつが怪しいなおどうでもよくはねえだろうおい、そもそもデレが言い出したことだろうねえ、くますみモノダムはまだ生きているわよピくん。ンねえ出てたああ、お父ちゃんにも嫌われちゃったねどうしたのモノダロウしっかりしてデロ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 